自律走行はその運転手に代わって自動で運転をしてくれる機能ですね。なので例えば近くのスーパーまで行きたいっていうとスーパーまで自動で運転をして連れてってくれる機能になります。ロボット技術を使って人とか物をいかに安全に早く運ぶかっていうことにすごい興味がありまして、そういうところの技術開発として研究を進めています。安全とか効率的なっていうところに寄与しますね、はい、普段例えば運転が得意じゃない人でも本当は出かけたいはずなんですけど出かけられない、そういうところをこういう技術を入れていくともっと安全により遠くまで行けるようになるとか、まあ、今までちょこちょこしか運べなかったものがもっと大量にバンバン運べるようになるので世の中のこう流れが良くなって景気も活発になったり作業が効率化されたりっていうところを今目指しています。今回このプロジェクトでは自動車なんですが、今あの工場内の屋外で物を自動で運ぶっていうことに関わっていまして、今年多分あの東北のある工場内でそういうものが実用化される。これによって、まあ、工場の中での生産性が高まりますし、またそこであの手の空いた人が新しい作業に加わることができるということにも貢献しています。こう直接防災減災に役に立つんだっていうことはちょっと言いづらいかなと思っているんですが、あの我々の望みとしては例えば体の悪い方でもその素早く避難をするときに基本避難は徒歩だと思ってるんですね。でもそういう徒歩で難しい方たちにこういうのを使ってもらうと安全に素早く逃げることができたり、地震が起こったときにあれはどうなったろうって戻ってしまうと津波に巻き込まれてしまうのも、まあ、こういう車に行かせて見てくる、そうすると人は安全に避難することができて向こうの状況も確認できますので、そういった用途に使ってもらえればいいかなというふうに考えています。ここは残り大体4年から5年ぐらいこの場所でやり続けているんですが、最終的にはあの青葉山のキャンパスにみんなでこのものを持って行ってそこで実証評価をするということになります。我々の研究室だけではなくて東北大学を中心とした東北の企業は次世代の自動車技術の研究開発をしていますので、まあ、これを機に国内で日本初の、まあ、東北初の新しい自動車産業が生まれるといいなというふうに思っています。ぜひ協力をよろしくお願いします。